こんにちは。あわら市役所商工労働課の高橋です。仕事の経験や知識、資格を生かして創業したいと考えている皆さん、しかし何から始めていいかわからない、考えていることが実現できるか不安と思っている方は多いのではないでしょうか。第2回の今回は、そんな皆さんと同じ不安を抱えながらも、あわら市やあわら市商工会の支援を活用した2組にお話をお伺いしました。実際に創業した人のリアルな声をお聞きください。フェリテロードの、篠崎真奈美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこのあわら市で、創業しようと思ったきっかけについて教えていただけますか。私は創業する10年前くらいから仕事を始めていたので、オーダーがあったら自宅でもう作るっていうスタイルがもう確立していたっていうのと、あと家の中に作れるスペース、仕事ができるスペースがもともとあったっていうのが、この2点が大きいです。創業当時は3人の小さい子供がおりましたので、子育てとあと自分のやりたいことと家のこと、これを両立させるためにどうしたらいいかなと考えていく中で、自分のやりたいことが自分のペースでできる自宅サロンを選びました。篠崎さんがその創業する上で不安だったこととかっていうのを教えていただけたらと思うんですが、はい、いかがですか。はい、やっぱりやり方がわからないっていうのと、趣味のこの延長でやるのとはまた違って、創業となるとやっぱりしっかり集客して行かないといけないっていうことで、そのやり方がやっぱりわからなくて悩んだ時期はありました。そうですね、はい、一人では悩むところもあると思うんですけれども、そんな中で相談っていうのは、あわら市の商工会などに相談っていうのをされたんでしょうか。実際私相談はしてないんですけど、でも商工会の方からは専門の方がそれぞれいらっしゃるので、もし不安なこととか聞きたいことがあったらいつでも紹介できるよっておっしゃってくださったので、すごい心の安心につながっています。はい、創業する上でそういった、資金の調達といいますか、はい、そういったところはどのようにされたんでしょうか。スモールビジネス補助金っていうあわら市で補助金がありましたので、私のように自宅でやりたいことを叶えたいっていうビジネスにもマッチしていたので、その補助金の申請をしました。でその時にはあわら市の商工会の方が間に入ってくれたので、難しい書類のサポートをしっかりしてもらえてとても助かりました。そのいろんなあわら市ですとかあわら市商工会の支援を受けたことで良かったことや何か変化というのはありましたか。補助金では内装を整えたり、お客様のテーブルや椅子を購入したり、やっぱりスタートにかかる費用というのをぐっと抑えることができました。で創業して良かったことはたくさんあるんですけど、昨年に関してはフロールエバーのコンテストで花時間賞を受賞することができて、あわら市の贅沢スペースっていうところにも展示していただいたので、たくさんの方に作品を見ていただけてとても嬉しかったです。最後に篠崎さんのように今から創業を考えている人に向けまして、ぜひアドバイスをお願いいたします。仕事をどういうふうに始めていったかっていうと、まずは身近な友人から声をかけてお花できるよって言って注文をもらって、それを作るっていうのを続けてきました。で それがどん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 ご縁が広がっていったので、いきなり創業するのはちょっと勇気がいるなっていう方は、まずは身近なところから人間関係、人と人とのつながりを作ってそれを大切にできるといいかなと思います。今お聞きしたような篠崎さんのお話を聞いて、僕も私も創業できるっていうような、やってみたいっていうような人が、増えればとてもいいことかなと思います。
篠崎さん、今日は創業に関するインタビューに答えてくださりありがとうございました。こちらこそありがとうございました。アセゾネの近藤孝之さんと郁恵さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず、今日お店に入りまして、この綺麗な外観があってすごいなと思うんですけれども、こちらはどういったお店になりますか？こちらはですね、フランス料理をベースにしたカジュアルな洋食屋さんです。はい、はい、いろんなメニューがあると思うんですけれども、はい、特におすすめのメニューとかそういったものでは何かありますか？ですね、一番のおすすめは親鳥のコンフィっていう料理があるんですけど、それが一番のおすすめですね。創業支援ということで今回テーマに挙げてまして、はい、なぜあわら市で創業するのかといったことについてお聞かせ願えますか？はい、一番の理由は妻の生まれ故郷なんですよね、はい、ここが。でどうしても妻の地元でやりたいってずっと思ってまして、まあ、近藤様が今創業するにあたって不安だなと思っていたことっていうのはどういったことがありましたか？オープンするまでは本当にお客様が来てくれるんだろうかとか、ちゃんと回せるかなって、お金をっていう心配はすごくありましたけども、やっぱりいろんな方に相談して商工会なり阿波田市市役所の商工労働課の皆さんとか結構いろいろとアドバイスをくれたので、それで結構気持ち的には楽になりましたね。阿波田市や阿波田市商工会 の、 支援っていうのは、まあ、どういったものを受けられて創業されたんでしょうか？スモールビジネスの、はい、補助金を受けましたね、はいはい、まずとにかくその阿波田でお店をやりたいっていう気持ちが強かったんですよ。地元でやりたいって気持ちが強かったので、まずさっきも主人言いましたけど、こう一番初めどこから 誰に聞いたらいいんだろう、自分たちで 何から手をつけていいんだろうっていうのが分かんなかったん でまず市役所の高橋さんに商工労働課にご相談したり、阿波田市の商工会に相談したら、こういう事業のしたいっていう気持ちがあるならこういう補助金があるよって教えてくれたんですよ。それがそのスモールビジネスっていう補助金だったんで、このスモールビジネスっていうのはまず阿波田市で初めて事業をやる人に向けての補助金だから、あなたたち使えるよって教えてもらったんで、じゃあそれやりたいです。ただやるためにはいろんな資料とかを集めなきゃいけない、事業計画書なりそういう書類を揃えなきゃいけない、作成しなきゃいけない、私たちそういうの全く知らないんで、さあそこからどうやって手をつけたらいいんだろうっていうところも分かんなかったんで、じゃあどうしたらいいんですかっていうまた相談ですよね。でもまたその相談をすると、じゃあここはこういうふうにすればいいんだよ、じゃあ私たちでもそれっていうのはどうやってどこに数字がこういうところ入るんですかっていうのも分かんないんで、全部そこを手取り足取り教えてくれる。だからもう本当に変な話、全部お任せしてしまうぐらい全部手続きを一緒にやってくれた。多分やろうとしてる方たちはそういうものがすごく不安で、どうやってやっていいかわけがわからないっていう感じだと思うんですけど、まあね、商工会なり商工労働課なり相談していただければ多分皆さん親切に教えてくれると思いますので、今そういう支援などを受けて今こうやってアセゾネというお店がオープンしたわけなんですけれども、実際にその創業して良かったなと思うこととか何かありますか？やっぱりそうですね、特に地元の方たちが誇らしげに宣伝してくれるというか、うちの村にこんなおしゃれなお店ができたっていうのをいろんな人に紹介とか、まあ、インスタとかね
してくれるのがやっぱ嬉しいですね。でもう帰るときに美味しかったありがとうってありがとうって言われるのが嬉しいですね、うん、今後ですねそういう同じような夢を持っている人が創業するにあたって何かアドバイスみたいなものがあればいただきたいんですけれども、皆さん多分当たり前のように元飲食店みたいなところを探すと思うんですけど、結構こういう農協さんなり 元小学校とかも空いてるじゃないですか、はい、そういうのを有効活用した方が多分お金も割とかからないんじゃないかなって。なかなか自分たちの希望に合うところっていうのってなくって、でどうしてもやっぱ前のお店の方のこのイメージがすごく強いので、自分たちにっていう希望になかなか沿うところが見つからなかったんですよね。でたまたま私たちはここも農協さんだった JA さんだったんですけど、あそこの農協さんで店やりますっていうだけでもう地域の人たちはあそこって、だから宣伝しなくてももう広告が口頭だけですよ場所の地図も何もいらずに農協さん、そういうのを活用するのも一つの手かなっていうのもあります。まあ、わらしもまあ、わらし役所だけでできることっていうところはなかなか限られてるんですけども、まあ、創業支援っていうもので、商工会ですとか金融機関ですとかいろんな機関と連携して創業支援をしていくっていうような体制を整えていかなきゃいけないんですし、そういったことも計画にも書いてますので、そういう連携をいろんなところの協力を得ながら創業できたっていうことはすごくいいことなのかなと思います。これから創業する人がこの動画を見てやってみたいっていう人がたくさん出てくることを願っています。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。新しいことにチャレンジしてみたい方、でもその一歩が踏み出せない方、とりあえず相談してみたい方、どなたでも大歓迎です。まずはお気軽に足を運んでいただけたらと思います。お問い合わせは電話でも受け付けています。一緒に夢を叶えましょう。